失礼します。お疲れ様です。よろしくお願いします。今日はですね、はい、まずちょっと前回、うん、打ち合わせさせていただいてサンプルの進行をしているところなんですけど、はい、コースターは実際に出来上がったのと、あとちょっと靴下は、はい、厚みの確認をしていただきたい。なるほど、厚みか。絵柄大丈夫でしたか？どうでした？大丈夫ですか？もうあのそのまま使わせて。あ、本当ですか？ソラバルのマークとこのいつものアイコンの、いやー、いやー、いいですね。いつものこのマークと、あと書き下ろしのバージョンと、飾ってもいいしコースターにしてもいいしみたいな。納品の時は少しこうビニール袋に入って、はい、うんうんうん、その下にデザインされた台紙とか、はいはいはい、なんかサムネ風の台紙とかどうですか？あ、動画の、いや、いいと思います。再生ボタンあるみたいな感じのなんかタイトル書いてあったりとか。なるほどなるほど。なんですけど、はい、まあ、そこまで分厚くなく、うんうんうん、薄くもなくっていう、はい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 、よく歩けると思います。え、でもこの靴下で色付きってそんな簡単にできるもんなんですか？あの基本的に編み立てるものなので、うん、まあ、糸色さえ決めてしまえば、うんうんうん、まあ、あの何色でも表現は可能です。やっぱちょっとこのソラマルのチャンネル感ある靴下にしたくって、このつま先のところとかかとのところをこのアイコンのブルーと黄色を入れたいんですけど、そんな一部だけ色変えたりとかできますか？まあ、それは可能ですね。うん、はい、生地で編み立てになるんで、うんうん、あの基本的には指定の色でどれでも作れるような。そうなんですね。すみません、はい、使用で進めております。はい。あとね、スウェット地とその伸びない生地のこと、うん、不白って言うんですけど、はいはいはい、その不白との相性もあるんですよ。そうですよね。それぞれ伸びる生地ならそんなに気にしなくていいんですけど、うんうんうん、そこがやっぱりどうしてもこう、うまく合う生地をそれぞれ選ばなきゃいけないっていうことで、スウェット系とスウェット系とかだとあれなんですかね。スウェットとスウェットであれば、うん、結構合うとは思います。あ、そうなんですね。そっか、なんか胸ポッケとお尻ポッケだけがこっちの布なのはなんかいいのかなと思うんですけど、いやでもなんか色がなんか変わってややこしい感じもありますよね。グレーの寝巻きっぽいスウェットって、うん、そうですよね。だらしなくない感じにキュッとなってるといいなっていう感じはちょっとあったんですけど、いやでもポッケもいっぱいあるんで楽しみです。やっぱポッケ大好きなんで、はい、ちょっと立体的になってるんで、はい、うんうんうん、ペタンとしてないというか、うんうん、あの物も入ってもこう横向きにそこまで影響しないようなパターンに少ししてますので、うんうん、ありがとうございます。はいということで打ち合わせが終わりました。いやもう本当に素敵なグッズになりそうで、どれもめちゃめちゃ楽しみです。なんて言ったってこのねコースター、お手軽に買えるようにですね、お値段も私かなり、お願いしております。お願い価格になっておりますので、ぜひたくさんの方に気軽に手に取ってもらえたらなと思っております。グッズお楽しみに。